コンフィはフランス料理の調理法であり各種の食材を風味を良くしなおかつ保存性を上げることのできる物質に浸して調理した食品の総称である。主に南西フランスで用いられる。コンフィにする食材は肉と果物であることが多く肉の場合は油脂を果物の場合は砂糖を用いて調理するのが通例である。密閉シテレーションに保管すればコンフィは 数ヶ月の保存に耐え、さらに繰り返し再加熱することにより、保存期間を延長することができる。コンフィは食物を保存するための最も古い方法の一つで、類似の調理法は、ヨーロッパの他地域や中東、北米でも見られる。アヒルの砂肝物コンフィこの言葉は、フランス語の動詞、コンフィルを語源とする。コンフィルは、ラテン語で、行う、生産する、作る。 準備をすることを意味する、コンフィケレが語源である。フランス語の動詞としてのこの語は、中世に果物を砂糖の中で調理保存したものに対して使われ始めた。食肉をコンフィに加工する場合、油脂に素材を浸し、揚げ物にするよりも低い温度で、ゆっくりと加熱して調理する。コンフィでキャナールアヒルのコンフィとかすれの缶詰ガチョウのコンフィ及びアヒルのコンフィは、 通常これらの鳥の足で作る。肉に塩とハーブをまぶして、油脂の中で低温で加熱した後、そのまま冷やして凝固した油脂の中で保存する。斜めんリや豚肉でも同様である。肉のコンフィは南西フランスの料理で、かすれなどと共に供される。現在では、コンフィは贅沢な料理と考えられているが、もともとは冷凍技術のない時代に肉を保存する手段として始められた。 伝統的な肉のコンフィにはガチョウやアヒルのような水鳥と豚肉の両方がある。アヒルの作のも一般にコンフィとして調理され様々なコンフィがフランス南部の至るところで作られている。伝統的に肉の保存にコンフィが用いられてきたコンフィ文化圏はオクシタニアの域内にある。この地域では伝統的にガチョウの脂肪を調理に使用してきた。これは 同じオクシタニアに位置する地域でもオリーブが豊富で安価であったプロバンスでオリーブオイルが調理に使われてきたのと対照的である。ガチョウ脂肪文化圏であるラングドック地方ではガチョウを肥育してフォアグラを生産するのが盛んでその時に得られる脂肪を多量に含んだ肉の部分をコンフィにして保存食として活用してきた。コンフィ文化圏は 何の肉をコンフィに用いるかによって二つに大別される。ガチョウのコンフィは、ベアルン地方、バスク地方で、伝統料理のかすれおよび、ガルビウイルと共に供される。一方、アヒルのコンフィは、サントンジュ地方やブラントーム地方で、しばしばジャガイモや西洋小炉と共に供される。水腸以外の肉でもしばしばコンフィが作られるが、古典的には、真のコンフィとはされていない。 フランス語では、コンフィをアヒルのコンフィあるいはガチョウのコンフィに限定しており、他の肉をアヒル、またはガチョウの脂肪を用いて、コンフィの製法で調理した料理は、コンフィの中で、お意味するアンコンフィを付して表現する。例えば、ガチョウ脂肪の中で料理された鳥は、プールアンコンフィと呼ばれる。果物のコンフィは、果物を丸ごと、または切ってから砂糖漬けにした後、 砂糖の中で保存したものである。果物の芯まで砂糖を染み込ませなければならないため、大きな果物ほどコンフィに長い時間を要する。したがって、サクラんぼのような消化術は丸ごとコンフィにされるが、メロンなどの大きな果物が丸ごとコンフィにされることは珍しく、大きな果物のコンフィは効果である。サクラんぼなど小さな果物のコンフィは、伝統的に豪奢なケーキの装飾物として、 使用されている。フランス語の表現、ラスリーズシュルルガトは、あると望ましいが不可欠ではない補足的な仕上げを意味するために比喩的に使用され、英語の表現の、ジ・アイシング・オン・ザ・ケークあるいは、ザ・チェリー・オントップに相当する。プラマー、ポール、センシュアル・プリザベーション、ザ・アート・オブ・コンフィ。ありがとうございます。